眼科医の平松です。今日は緑内障の最新情報、ニュースへの仕方についてお話しようと思います。こんな感じで緑内障の動画とかもいろいろアップしてますんで、チャンネル登録、ベルマーク、または再生リストの緑内障というのを見ていただければと思います。じゃあ、最新情報をどうやって手に入れるか。ネット、日本語で検索。これはですね、正直大して新しい情報出てこないです。どちらかというと、怪しげな情報が出てくるだけで、最新っぽく見せてて、なんだかお金取るような情報とか、結構ザラにありますので、気をつけていただければなって思います。ちゃんと情報を取るんであれば、残念ながら英語になります。とはいえ、今って Google 翻訳とかいろんなありますんで、それでざっくり日本語に、翻訳すると、なんとなく空気感がわかりますので、だから、論文を調べていただいて、パブメドっていうのがあるので、そこでグラウコーマ、緑内障っていうね、のを入れていただけると、そういう検索ができるので、そういうのをしていただけるとより良いかなっていうふうに思います。で、緑内障っていうのは残念ながら、新情報としては、なかなかたくさん出てくる。で、かつ分かりにくいっていうのはあります。私の方では、いわゆるその月に出た新しい論文を、ザザザッと見させていただいて、で、その上で必要なものをピックアップして、こっちと、あと本チャンネルの方で、アップしてますんで、ぜひそれも見ていただけると、まさに最新の情報が手に入ってくるかなっていうふうに思います。で、この情報を手に入ったんだけどどうなのっていう質問などありましたら、コメント欄に書いてくだされば、あ、実はそれはそうなんですよとかいろいろお答えします。ただ、結構怪しい情報も多くて、それをお答えするためには、なかなかオープンな場で言いづらいので、概要欄の方にメールマガジンっていうのがあるので、そっちを登録していただけると、限定動画でそっちでお話していますので、ぜひぜひそれも見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。